はい、どうも皆さん、こんにちは。クラクラチャンネルのケイスケです。ですね、私、ケイスケはですね、ただいま、タウンホール Q オンリーのクラクラチャンネルドライに来ておりまして、で、そして今回はですね、今回の相手がですね、結構ですね、防衛配置面白いというか、結構ですね、落としにくい配置が多かったので、紹介させていただきます。ですね、まず1本目のリプレイ、エースさんがですね、こちらのベース攻めてくれたんですけども、こちらですね、4回ぐらい攻めて、なかなか落とせなかったベースだったので、ちょっと見ていこうかなと思います。エースさんはですね、今回初見の攻めでございます。こんな風にですね、ゴレウィズで丁寧にサイドカットをしておりまして、エースさん上手いんですけれども、今回ですね、6時の方向にテスラが固めてありました。やっぱりですね、テスラを固めておくとですね、こんな風にですね、初見をですね、確実に潰すことができます。そして相手の援軍ラワでございます。やっぱりですね、ゴレホグとかハイブリッド、ビッグパートに非常置く戦術だとですね、こんな風にラバによってですね、アチャクイが止まるので、防衛援軍ラバっていうのはかなり有効でございます。で、こんな風にですね、アチャクイが捕まってしまいました。陸の進行が遅れております。で、ババキンがですね、今回なんとびっくり、アチャクイの方向に向かせようとしたらですね、なんか知んないけど6時方向の壁を殴り始めてしまうんですよね。これによって相手の援軍の相手のアチャクイですね、アチャクイの処理が遅れております。ただですね、まあ、こちらのアーチャークイーンでなんとかアチャクイは処理できたんですけども、本来の目的だったら、まあ、これゴレウィズ部隊を12時方向に回して、そして12時方向のターゲットを取って12時方向からホグライダーを投入して回していくといった形だったと思うんですけども、これによってちょっとですね、エースさんプランが崩れてしまいまして、まあなんとかですね、まあ言ってしまうと前回が取れませんでした。なんですけども、まあ、結構ですね、この配置、まあ、よく見るとですね、やっぱり初見だとちょっと攻めづらいかなといったベースになっているので、結構おすすめでございます。そしてですね、エースさん、まあ、前回は取れなかったんですけども、自分も攻めるとしたら、まあ4時5時方向かなとは思うので、まあこれはですね、まあ、予想外で、ババキンとかね、予想外の方向に回ってきてしまいましたので、まあ惜しかったなといった印象ですかね。で、この後もですね、まあ、クラメンが 何人かが修正したりだとか、あとは違った戦術、クイヒー系の戦術だとか、あとゴビーバーで攻めてくれたんですけども、それでも落とせなかったので、やっぱり強いかなといった印象でございます。今回この配置はですね、まあ、防衛4回ぐらいしておりますので、結構おすすめかなとは思います。こんな風にですね、海外クランと対戦して、結構落としづらい配置があったらですね、しっかりとスクショいたしまして、で、まあ、自分なりにアレンジを加えておいて、で、いつか日本の対戦ガチクランとかイベントで使うときに、使用するっていうのをおすすめしております。というわけで、続いての防衛配置見ていこうかなと思います。続いてはこの配置ですね、アルファブラボーさん攻めてくれました。アルファブラボーさん、クイヒーゴビーバが非常に上手い方なんですけども、今回も初見の攻めでございます。初見まんまとですね、失敗というか潰されてしまいました。本当にですね、この配置もなかなかおすすめでございます。というわけで見ていきましょう。まずはですね、クイヒーを6時方向から入れていきます。こんな風に施設をカットしていきまして、防衛施設なども削っていきます。はい、こんな風にどんどんですね、施設を削っておりますね。金山壊しまして、エリポンもここから壊していきます。で、ウォールブレーカーを1体ずつですね、しっかりと当てていって壊すといった感じになっております。1体目、小爆弾ですね、小爆弾がないか確認して、でそこからですね、ウォールブレーカーをどんどん1体ずつ当てて、丁寧に開けていくといった感じになっておりますね。で、ここからですね、クイヒーを中に入れていって、相手のアーチャークイーンを処理して、そして相手の援軍を処理するといった、まあ、定石ですね。そんな感じで相手のアーチャークイーンを処理していきまして、で、相手の援軍、今回もラバでございます。ラバが出てきて、結構火力が高いところですね。火力が高いところで当たるので、しっかりと令状をかけて保護をしていきまして、相手のラバを処理していくと。で、ちょっとですね、後から出したウィザードがですね、ちょっとそれちゃったのがもったいなかったですね。なんですけども、しっかりとラバを処理していきまして、で、パピーになったところで、ヒーラーを守るためにポイズンを落としていきました。はい、無事に処理することができましたね。無事に処理することができたので、まだ火力が高いので、令状をかけてもう一回ですね、クイヒーを処理、保護していきます。で、そして今回はですね、11時方向からゴレウィズ出していきまして、サイドカットを行って、ウォールブレーカーで穴開けといった流れになっております。で、ここからですね、バルキリー、ババキン部隊を入れていくんですけども、ちょっとですね、バルキリー、ここを添えちゃったのがもったいなかったですね。惜しいですね。
プラン自体はすごいいい攻めだったんですけども、ちょっとですね、それてしまいまして、さらにですね、あとはですね、時間切れ防止用のウィザードがここで残ってなかったっていうのがですね、ちょっとプランミスだったかなと思います。やっぱりラバ処理のために1体無駄に出しちゃって、それでちょっと足りなくなっちゃったのかなと思います。で、ちなみになんですけども、この後ですね、クラメンが、このプランとかをですね、修正して、攻めたんですけども、それでもやっぱり若干落としにくかったりとか、あとはクラメンがですね、他の戦術で攻めてくれたんですけども、それでも落としにくかったので、この、配置もなかなかおすすめかなとは思います。といった感じでですね、アルファブラボーさん、いい攻めだったんですけども、ちょっと惜しかったですね、これ。というわけでですね、やっぱりですね、初見の食い品の攻めに対して時間切れを狙うのであれば、防衛援軍ラバっていうのもかなり効果的でして、こんな風にですね、アルファブラボーさん、しっかりとですね、防衛施設壊し終えたんですけども、時間切れで全開ならずといった感じになっております。というわけで、今回はですね、おすすめのタウンホール級対戦配置を、ご紹介しました。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。